日本兵庫県、三木市南台南台は、兵庫県三木市吉川町にある郊外型住宅地で、ある。郵便番号は673-1117。吉川ニュータウン、南木台として、開発造成された、総区画数804区画、計画人口3000人ほどの住宅地区である。自然に抱かれ人と共に成長する街を、キャッチフレーズに、神戸市、 三田市、大阪市のベッドタウンとして、大倉建設によって造成され、1994年に、当時の美濃郡吉川町に町開きした。町開き後、吉川町では、人口が減少していたのが一転し、増加した。しかし、1999年に開発を終えたものの、後に造成された2期区画を中心に空き区画が、目立っており、最近では、 都心回帰などにより2007年をピークに人口は減少している。一部の商業兼用地域を除く全域が小建て住宅のみで占められており、アパートと集合住宅は一切存在しない。開発前のみなぎ台付近。木枠で囲まれた部分が現在のみなぎ台のおおよその範囲。1974年度撮影国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成中国自動車道横川インターチェンジの南西の丘陵地にあり、周囲は雑木林や田に囲まれている。地域は南北に長く、山の北斜面に位置しているため南へ行くほど標高が上がる。そのため特に勾配のある一丁目全域と二丁目の一部は、やや坂が急であり、 幹線道路には8%の勾配道路標識が設置されている。場所的には、宮中吉川村の区域である中、吉川地区域内に位置する。近隣センター地域商店など、利便施設が集積している地域であるが、医療施設用地については2013年現在も、さらちのままである。南台小学校前の町並み南台地区全域を対象に、 住環境保全を目的として、当初より建築協定が定められていたが、2013年10月より、それを継承する形で、地区計画が運用されている。地域の北東部の一部を近隣センター地区として、それ以外の全域を住宅専用地区として、用途指定されている。なお、住宅地区の住居建物は小建てしか認められていない。 2007年3月の2489人をピークに以降人口は減少傾向である。国勢調査による地域内の人口の変遷を示す。よかわ認定こども園吉川町域唯一の養蜂一体園で、ある地区内の公園はすべて外区公園である。みなぎ台小学校、みなも大使用の新規バス車両未待機、みなも大線向けに登場した車両で側面に、 ぎ台の文字が入っている。鉄道が近くにはなく、バスに依存しているが、バスを利用している人は多くなく、自家用車による移動が中心となっている。JR や神戸電鉄の駅とはバスで連絡している。バス停新規バスとミッキーよかたんバス共用で、それぞれすべてのバスが停車する。毎年7月下旬。 または8月上旬に、南台小学校グラウンドを会場に、南台前後自治会共催で開かれている、夏祭りイベントである。南木大物件概要を送ら、吉川町平成15年度統計書人口。2003年12月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年7月14日閲覧。広報予科は1994年5月号。 P11AB 広報ヨカは1995年9月号。p 5ハ a ト a b c 吉川町平成15年度統計書。その他。2003年12月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年6月10日閲覧。広報ヨカは1997年8月号。P2 広報ヨカは1998年3月号。 P4 広報ヨカは1998年8月号。P3 広報ヨカは1999年1月号。P4 広報ヨカは1999年5月号。P5、みな南大地区,地区計画の概要。三木市。2013年10月14日閲覧。地区別人口及び世帯数。2017年4月23日閲覧。 政府統計の総合窓口。2017年4月23日閲覧。平成12年国勢調査。2014年2月26日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年2月22日閲覧。AB、公立小学校、中学校の航空一覧。三シ教育委員会学校教育課。2019年10月6日閲覧。 三田営業所で、この路線の他に高速道路を走行しているのは、特急38系統んの宮線がある。ありがとうございます。